はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージュです。では今回はステラリスガンダムモッドを続きをやっていきたいと思います。入植活動を本格化させつつ、さらに資源を獲得していて、今は艦隊の増強ですね、そこを最優先に進めているという状況なので、今回もその続きにはなるんですが、艦隊の増強のために資源の確保を行っていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まあ財布をね、どうしても艦隊引き上げることができない場所になってるんで、そこを一個艦隊取られているっていうことは結構痛いは痛いんですよね。誰かが死んだな。Our homeworld and the capital of our... 惑星の提督が死んだか、しょうがない。雇いましょう。ここの支援は誰でもよくて、誰を雇うかだけど、バナージ。これ誰？ちょっと小さくて見えないけど。シャー少佐に最初についてた副官、名前忘れちゃったな。もう本当に忘れちゃうな、最近。怖いぐらいに。居住性アップね。これは目的としていたものなのでいいでしょう。で次だよね。遺伝子組み換え化、新しい環境に人類が早く適応できるよっていう内容ですね。エネルギーの最大保有量プラス5000か。これでもな、5000まで集まらないからね。そうなるとまた今回も一番時間が短くて済むもの、士官学校を、じゃあ士官学校やっとく。で次のに期待するっていうね、ちょっと消極的な進め方にはなっちゃうかなと思うんですけど。でリーグに早く進出したいよね。ここまで来たらリーグに、リーグの4も確保し獲得 しちゃいたい。言えてないですけど、ディコルも欲しいし、イレスタも欲しいし、全部欲しいだ。とにかくだ、第4遠征艦隊地球圏で今増強中の第4遠征艦隊、これ早急に仕上げていきたいな。海賊艦隊が来るね。これがおそらく財布に来るでしょう。またもう本当にね、財布の不毛な戦い早く終わらせたいなっていう思いしかないんだけどね。財布だよね、分かっている。ちょっと待って、第三艦隊結構苦戦してるな。大丈夫か。ホワイトベースは生き残ってるよね。いきなり1300にすり減らされてるから心配だけど、
ホワイトベースも相当に狙われやすいですからね。貿易協定の提案か、エネルギー通貨を提供してくれる、これ受けよう。拒否する理由何もないじゃん。いやホワイトベース一巻だけもう残ってるの、まともに戦えるって言い方の。こうなってくるとかなり、いやそんなことないね。サラミス級も残ってるけど、まあでも鑑定数少ないな。ホワイトベース一隻に、まあ巡洋艦が2、駆逐艦が1っていう数ですね。まあ一刻も早く、第4遠征艦隊の増強、これを行っていかないとまずいな。ちなみに第4遠征艦隊って今どうなってるかというと、サラミス海、サラミスとサラミス階級が1個かで、いうことはやっぱホワイトベース級を1隻は少なくても作ってあげなきゃいけないな。さらにサラミス海を3、4隻で、コルペットを5、6隻つけてあげたいので、それ一つ取ってもなかなかに苦しいというか、足りないなっていう感じにはなるよね。キラムが欲しいね、キラム。なので順番としてはイレスタ、キラムの順番で進出していきますか。イレスタ、キラムの順番でいきます。第2艦隊にもちょっと提督つけよう。雇用しちゃう。誰を雇用する？これポケットの中の戦争の艦長だよね。出てこないな。適応力戦隊値プラス10、こっちの方がいいね。これハマーンじゃなくて、これゼータガンダムに出てくるキャラですよね。キララスーンじゃなくて、なんだっけな、あの毒ガス作戦の指揮を取ったシーマだ、シーマガラハウ。いやもう出てこなくて本当に驚いちゃうけど、シーマですね。じゃあまずイレスタに進出をかけましょう。でイレスタの次はキラムですね。じゃあ調査船でさらに先へと調査を進めていっちゃいましょう。いやでも本当に無償でエネルギーを提供してくれたんで、2000いくらか、本当にありがたいですね。お、スペシャルプロジェクトがあるじゃん。研究しようよ。一隻の調査船上、調査船かが軌道上に必要って話ね。ここもリーダー雇おうじゃん。ここはニーナを雇っていきますか。でそのニーナを早速スペシャルプロジェクトへ割り当てよう。建設完了したで。そしたら造船所でまず作れる艦隊、まあ艦船という意味でサラミス階級を一隻、さらにコルベット、これを作っちゃいましょう。でさらにサラミス海を、2隻、コルペットを6隻作って、ホワイトベースの2番艦級、
と同型艦を配備すれば、まあ3000は超えるかな。でそれを財布に出して、財布にいる第三艦隊を戻しましょう一度。まあ、今だと本当にお金、まあエネルギー通貨よりも鉱物資源が足りないんで、鉱物資源の確保最優先で回っていきます。そうか、この先シアシーっていうところも鉱物には取れるんですね。発見したなら研究しようよ。久しぶりだね。でもアノマリーの発見は、こういう辺境のところにも来てみるもんだな。でこの後の戦い方としては、まずは増強かけていかなきゃいけないので、増強の後だね。研究完了したで。よし、これで、うん、巡洋艦の船体値プラス500、これ本当に大きいな。でこの後なんですけど、どうしようかな。ビームスナイパーコンポーネントのアンロックいるっていう話だよね。艦船タイプでジムスナイパー微妙だな。対空砲これも微妙だけど、まあジムスナイパーはすぐにできちゃうんで、ジムスナイパーを早速入れてっちゃおう。で海賊確認ね。ドリマスク成形、ドリマスク星系の場所を確認していく。ドリマスクの場所がいまいち分かってないんで、ドリマスクの場所を確認して、ドリマスクの近くに艦隊を用意しておかなきゃいけない。おお、ビンゴ。ドリマスクの近くに第一艦隊がいる。第一艦隊に艦隊の長官を示しちゃおう。ここはじゃあバニング隊、バーニング隊がドリマスクに進出をして、ドリマスクの海賊艦隊を叩く。先手先手を打ちましょうというところですね。さあドリマスクに侵入したんで、ちょっと待ってね。ドリマスクからランテマリオに移動してるな。敵の艦隊がやってくれる。急いでランテマリオに移動しよう。そう、第一艦隊はドリマスクに囚われてるな。ドリマスクの戦いが終わらないと先に進めないわけだな。しょうがない。まあ、ただすぐに終わるだろう、ここは。そしたら第二艦隊は
ランテマリオにそのまま移動。ランテマリオの救援に当たりましょう。建設完了したで。ハンタクとも切れたか。いやー結構切れるね。そうなると一旦ポップが有り余ってる状態になるんで、どうする？まずアラマシ、アラマシマイナス10だけど今印象は。ここで貿易協定を結んで食料を多めに供給しててもいいので仲良くさせてもらおう。で欲しいのはエネルギー通貨、これを毎月これ以上上げても上がらないんだな。12までしか上がらないという中で、じゃあ毎月どんだけもらう？ 3 もらおう。どう？悪くない話だと思う。ランテマリオを急いで救援したいな。よし、受け入れてくれた。でさらに他にも更新というか交渉を申し掛けよう。ハンタク、まあ、同じく貿易協定で食料、これを毎月、全然上がらないね。食料は有り余ってんだな、ハンタクは。じゃあハンタクと交渉する価値はないんで、ハンタク以外のところ模索していく。東国タックノグル広告貿易協定、こちらは食料を出す。ここもダメか。もうあんまり食料で困ってるところってのはないんだね。さあランテマリオの戦いはまあ見守っておけばいいでしょう、このまま。でこの後は建設船の動きを確認しておくと、建設船をランテマリオに移動させるしかないね。プラズマスラスター、移動速度が速くなる、これ入れとく。じゃあでアラマシから、これはもうさっき見たね、消しとこう。何、ちょっと待って、ランテマリオで敗北した？そんなバカな、ランテマリオの戦いで負けたのか。負けている。うわー、ランテマリオで負けるか。なかなか強い艦隊だな。ランテマリオが荒らされてるわけだな。となるとランテマリオ、まあ財布だな。財布にいる艦隊を一時的にランテマリオに戻すしかない。いやちょっと待ってな、海賊艦隊ごときに敗れるか。次財布に敵艦が侵入してきた時には戻しておかないとまずいな。ランテマリオをこのまま放置しとくわけにはいかないんで、まあ、ここは調査だけはしておく。異物回収ね、まあ、この辺もいいんですけど、財布から出すランテマリオに出す艦隊、これが心配だな。
あとは一刻も早くこのキラムの6時を、キラムの6を確保したいっていうのと、あとやっぱりこのポップがもったいないんで、ポップを作り変えていきましょう。持ち表でポップを生産しているところを変えていく、思い切って。例えばここ、これをアップグレードしても意味がないので、一旦戻って建て替えですね。欲しいのは、今欲しいのは、まあ、ジオニックとかモビルスーツファクトリーとか欲しいんですけど、今欲しいのは鉱物資源が欲しいんで、鉱物資源がいっぱい取れるところを確認して、取っていきましょう。とはいえね、鉱物資源ががっつり取れるところってあんまりないからな。本当にこの辺りは建て替えを意識して鉱山ネットワークもうちょっとレベル上げとけばよかったかなっていう思いだな。さあランテマリオ、気になるランテマリオ、もし、ドリーマスクに戻ってるね。ただドリーマスクに戻ったからといって逃がしはしない。問題はね、このドリーマスクまで行った向かわせてるこの艦隊が万々が一破れるってことになるとかなりのピンチなんだよな。海賊艦隊の、まあ、戦闘力1440、これをどう見るかなんですが、今向かわせている艦隊、第3艦隊ですね、これは2000なんで、まあ普通に削り合えば勝てるはずなんですけど、まあ、例えば主力艦のホワイトベースが1隻沈むだけで1000以上がっつり持ってかれるんで、それだけでもう本当に逆転を許してしまうということを考えると、本当に予断を許さない状況ですね。まだポップがプラス8で溢れていっているんで、まあ食料ですね。なんでこの食料をなんとかね、プラマイゼロが理想で、どっかでもうちょっと建て替えを行っていった方がいいのかな。まあ、ただ結構さっき大規模に建て替えを行ったので、その建て替えの結果を待ってからでもいいかなっていう気はします。初めての犠牲者が出たという話どうする。また死んだら教えてくれとしか言いようがないからな今は、まあ、管理責任を問われる可能性はありますけど、死んだか。ちょっと待ってね、オプレオルムライム上で再び死者が出ている。これどんどん死んでってるな。これさ、ここ、いやー今ここに知恵を割いてる時間はないんだ。スペシャルプロジェクト成功ですね。内容はノービデオか。巨大惑星からの通信です。内容としてはどういう内容かというと、あなた方は間違いなく我々の大気から発せられる放射線波形を検出していると、まあ、その結果こういう通信ができていますからね。で、非肉体的性質のゆえに産業や技術はあまり発展させられない、手を貸してくれと、どうする。技術がないのにどうやって
こういう高度な通信をしているのって聞くのか、惑星に何があったのか、種族の全員を移送してほしい、移住を手伝おう、手間がかかりすぎる、まあ、まずは何があったのって聞いてみる。これからだよね。古代史が最後に我々を持つのは 2,3000 惑星周期前。いやー果てしないな。なるほど、爆弾攻撃を受けたのね。じゃあ移住を手伝ってあげよう。ちょっと待って、地図上に表示したここだな。そうすると一旦時間を止めて調査船、これを、いやいや調査船をこっちを派遣しよう。圧倒的に近いからね。で移住の手伝いをしている間に、こちらはこちらとて前線基地、ちょっと待って、調査されていないと来たか。整形調査先にやってくれセイラさん。でロリーマスクの方には第三艦隊がもうすぐ到着します。でポップの方はさらにプラス10になっちゃってるのか。ただここはおそらくこの先割と早い段階で建設完了したで変わってくるはずなんで、それを見てから。そうだよね、プラス5に変わったもんね。いやこれオプレオンさ撤退した方がいいんじゃないの。勇気ある撤退やばいでしょ。ここだってまあ一応パンデミックは収まった風の話にはなってますけど。ドリマスクだよ問題は。ドリマスク早々に片付けて財布に戻らせないと危なすぎる。で続いてですね、ワームホールなんていうかクラウドライトニング、強力な電撃兵器使いたいな。物理機関、物理機関はいらないからクラウドライトニング、これでいこう。ヤザンにはクラウドライトニングを使ってもらおう。戦闘状態に入りましたね。連射レート、これ上げといて、今はそれよりもドリマスクだ。ドリマスクの戦闘状況を確認したい。ドリマスクから移動された第三艦隊は、くっそーニートリーズ、ここに移動だな。で建設船一隻はランテマリオの採掘を行う。ニートリーズもやられるわけにいかないのにな。じゃあキラムの開発は進めるとして、問題はドリマスクから発したニートリーズがもうボロボロにやられてるな。急いで移動してもらわないと。これ以上敵の好きにさせるわけにはいかない。
敵はまして海賊ですからね。ドリーマスクに戻ってきたな。そしたら艦隊戦だ。ワイドベース隊しっかりやってくれよ。いやーでもいきなり1300まで削られてるもんな。強いんだよね。やられた。第三艦隊もやられた。マジか。建設完了したね。第三艦隊全滅してるじゃねえか。しかも やられたな。第三遠征艦隊全滅か。いやこれ思った以上に深刻だな。スペシャルプロジェクト成功ですね。で、入電しています。私たちは永遠にこの借りを忘れない、これあれですね、さっき移住を助けたやつですね。まあ、新天地での幸運をということで送り出しましょう。いや問題はドリマスクよ。ドリマスクで、まずは心臓戦艦をゴリゴリ作っていかなきゃいけないんで、第三艦隊全滅したからな。ちょっと予想していなかった全滅があったんで、第三艦隊の立て直しをするよりかは第四艦隊の増強ですね。第四艦隊増強して財布に派遣、第二艦隊が負けることがあってはならないというのがドリマスクでの、まあ、攻防になりそうです。いやこの海賊艦隊本当に強いわ。自由帝徳同盟、調査船が遊んじゃってるな。調査船を使っていく。今戦闘艦が一隻でも欲しいところなんですけどね。まさか2個艦隊が消滅させられるとは思わなかったな。海賊艦隊相手に。では時間がちょっと長くなってきたので、まず次回はですね、ドリマスクに救う海賊艦隊、これの撃破と第4艦隊の増強、これをしっかりやっていきましょう。で、せっかくなんで忘れないうちに第4艦隊の増強としてホワイトベース2番艦級、これ投入しておきます。それにコルベット1隻。はい、では次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。
というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。